はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、第3のビール、ゴールドベル。これね、限定製造、札幌です。芳醇なコクと上質な香り。ベルギー産麦芽使用と。これ昔、前出たね、ホワイトベルグっていうやつの、なんか限定品とかって言って、なんか、本来はね、普通にね、まあ、これイオンで普通に売ってたんで買ったんですけど、普通に売られてるものではなく、なんかキャンペーンとかでしか手に入らないやつだったみたいです。アルコール度数 6%。原材料が発泡酒かっこ、麦芽とホップと大麦、スピリッツかっこ大麦となってます。ベルギー産麦芽の芳醇なコクと上面発酵による上質な香り。ビール大国ベルギーのゴールデンエールに学んだ味わいをお楽しみください。本商品はビールではありません。リキュールの商品ですと書いてあります。とうとう、ね、アサヒのスーパードライのドライプレミアムと同じようにね、なんか限定というか、本当にキャンペーンとかでしか手に入らないやつ普通にね、売られるようになって、キャンペーンとは一体何だったのかと。はっきり言って買わない方がいいですね。だってキャンペーンとか、あれ応募してさ、あれだよ。若干、5缶ぐらい手に入るだけだよ。ホワイトベルグの多分これ、なんか、キャンペーンに応募して、やっと手に入れた人は一体、何だったのか。かわいそうだよ。それは乾杯。あ、麦芽のうち、ベルギー産麦芽 50% 以上使用だって。へぇ。あ、これゴールドベルグ。これホワイトベルグよか、あれだわ。ビールらしくなってる。なんか、ビールらしくなってるっていうか、まともになってる。ホワイトベルグは、確かオレンジっぽい柑橘系の味がしたんですけど、それが一切なくなってる。あ、すごい。うまい。これうめえわ。うまこれ。やば。これはやばい。え？とうとう、これだって値段、イオンで100円ちょいで買ったやつだよ。え？この値段でこの味？え？これやべえな。なんかビールを買うのがバカらしくなるレベルだね。なんじゃこりゃ。うまい。だってさ、これおかしいって。これさ、第三のビールなのにさ、麦芽のうちベルギー産麦芽を 50% 以上使用って。おかしいだろうね。元取れないだろ、絶対。絶対元取れないと思う、これ。これは。これやべえな。冗談抜きで、これは。やばい。あれ？
6月23日発売って書いてあるけど、これ普通に今、俺6月21日に買ったんだけど、あれ普通に売ってたんだが、イオンに普通に売ってたんですけど。あ、うめえ。やべえ、これ、あれしちゃった。フラゲしちゃった。フラゲしちゃったっぽいな。これやべえな。これやべえな。やべえ、第3のビールか、これ。ほとんど普通のビールと、ほぼ変わんないぞ。喉越し。コクっていうか喉越し。と若干苦味がまあ、強めで、すかね。うん。コクっていうか、苦味。コクっていうこともないんだけど、別にコクっていうのどごしかな。のどごし。いや。香り。香りかな。いや、ほとんどこれは、ビールです。あ、そうか。そういえば、俺2チャンネルに書いたけど。確かね。確かにあれだわ。まだ発売してないわ。なんで売ってたのか。なんで売ってたのかわかんないけど。あ、これやべえな。やっべえな、これ超うめえぞ。常識を逸脱したうまさ、これは。やばい。最近の中で本当に一番うまいわ。第三のビールとは思えんな、これ。本当に、あれ、これやばいぞ。これは第三のビール100円、108円とかで売ってたんじゃない？イオンで。おかしいな、これ。マジでこれはやばいな。何がうまいって。多分目つぶって飲んだら多分。冗談抜きでこれ。うん。一番絞りや。黒ラベル。いや、黒ラベルとはまた違う。黒ラベルよかは多分苦味があるとは思うんだけど。まあ多分普通にビールと多分間違うレベルだとは思いますけど、ね、本当にこれは麦とホップとかのあの CM のあれだ、なんじゃなくて、あれじゃなくてさ。これやべえな。これやべえな。なんだろう。香りもすごい。麦の香りもいいのもあるし。苦味も強いし、まあコクもそれなりにあるし。これが第三のビールだと言われなければ多分普通に、あ、ビールですねって言って、普通に飲んでるレベルだな。これはやべえな。やべえな、今年出た中で最強だな、これ。今年出て、今、6月22日ですけども。ね、なったばっかでございますけども。これは、今年出たビールの中で最強のうまさですね。間違いない。第3のビールでは最強。これは断言できる。ぜひ、お飲みになってください。イオンで。売ってると思います。で、ご視聴ありがとうございました。で、コクが3の、甘みが2の、香り4の、おすすめ5です。飲んでみてね。